bien et du capoubi. はい、ではですね、スーパーでお送りいたします。はい、では今日
今日も失敗談ちゃんころびを語り合いましょう。ということで一旦 CM に入りたいと思います。はい、よろしくお願いします。幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。で無理やりみんなに押し付けているという感じなんですけれども、やっぱりみんなの心が一つになるということはとても大事なことだなって。で一つになるだけじゃなくって、やっぱり穏やかな輪になっていくともっといいのかなっていうふうに思いましたので、私たちのこのちっちゃな活動をこの大きな沖縄県の社会の海の中にポンって石を投げ入れた時のように、波紋がこう広がっていって、だんだんとこの波紋が大きくなって、みんながこう心の病を理解したり、健康な人でもいろんな辛い思いもあるので、それぞれ のことをそれぞれが理解して受け止めて、いけたらいいなっていうようなことを私の思いとして、心一つ大きな輪で沖縄県がそうなるともっといいなということで、ちょっと引っ掛けもいたしました。そういう感じですかね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。本題入りますよ。はい、それではですね、山内さんの
失敗から、はい、語っていただきたいのですが、いや、エスさんがもう失敗したんだからね、このコメントどうするか起き上がれるかな、転んでください。転ぶときはみんな一緒でしょ。つながってるから、転換に柱に泡でくくりつけて、すみませんでした、転びましたね今ね。あ、大丈夫でした。大丈夫ですか？大丈夫、まだ大丈夫、もうめっちゃいいね。はいはいはい、ではですね、はい、ゲストですね、はい、内山さんに、では失敗談を語っていただこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします、はい、ここに座ったことももう私の失敗じゃないかなって。そうかもしれない。今ドキドキしてる私に、なんかいつもの私じゃないなっていう、変な感覚でいるということと、はい、まあね、いろいろあのこう思い込みが激しいので、ちょっとそういうドジをすることが多くてですね、そうだね、例えば研修会に参加することがあって、あの研修会に行くといろんな会場があってですね、その会場をもう勝手に自分はこの大難会議室だっていう思い込んで、これは前回の会議室だったんですけれども、そこに入り込んで、で座っていつものように行ったら、なんか周りを見たら全然知らない顔の人たちばっかりで、焦りますね、やってしまったみたいな、そういうことがありました。あ、ちなみに どんな会場に間違って入ってるのか。なんかね、化粧品 あのセールスの方たち あの勉強会みたいなところだったんですよ。やばっと思って、どうやってちょっと恥ずかしい、ちょっと顔隠しながら、そそっと出てきたっていうことが、ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい、ね。皆さんないですか、そういうこと。間違えてぼーっとしてて女子トイレに足を踏み入れそうにやったことはありますね。ああの、はい、こういった大型のショッピングセンターとかで。いや、それはもう完全に目的違うじゃないですか。あ、CCD の方ですか。そうそう、あ、そうなの。グレーですね。夏美さんとは失敗談とかないですか。私の失敗談ですか、私の失敗談はいっぱいありますよ。失敗しすぎてどれを話せばいいのかわからないぐらいありますけど、じゃあ話していいですか、失敗談。はい、どうぞ。私あの病院で入院している時に幻聴がひどかったんですね、みんなには聞こえない声が一人だけ聞こえてて、その幻聴がシャンプーを飲めば病気が治るよっていうのをずっと言ってくるんですよ。それでシャンプー飲めば病気が治るって言ってるから、シャンプー飲もうと思って、シャンプー飲んだんですね。で、リンスも飲んだんですね。シャンプーだけにしとけよ。両方飲んだんですね、それで何をサラサラにしようとしてる。胃の中をサラサラに。それで一応あの看護師さんに、一応看護師さんに報告したんですよ、あのいい子だから、いい子だからね、報告したんですよ、そしたら看護師さんの目の色が変わってですね、部屋に連れて行かれて、ちょっと待ってなさいと。で、あ、はい、わかりました、待ってますって言って、あれよあれよの間になんかベッド以外の荷物が全部部屋から運び出されて、看護師さんが手一杯の牛乳を持ってきて、私牛乳嫌いなんですけど、これを全部飲めと、胃に膜を作るためかなんかわからないんですけど、飲めって言われて、飲みなさいって言われて、あの泣きながら飲んだんですよ、それが、それで壁には自傷行為の恐れありで隔離しますっていう紙をバーンと貼られ、でベッド以外の何もない部屋に隔離されてたんですね。で、その時飲んだシャンプーがなんとメリットだったんですよ。あ、メリットが。メリットは。そう、でも嫌いな牛乳飲まされるし、隔離されるし、デメリットしかない。あ、メリットかなかったんだね。全然メリットないですよ。だからシャンプーなんてどんもんじゃないですよ。私は学びました、そう。別の感じない。はい、そういう感じですね。私は失敗談でした。ありがとうございます。これは失敗だね。素晴らしい失敗だ。大失敗だ、ね。危ない、危ない。
ね。看護師さんたちも多分報告書ものだったんじゃないかな。メリット。メリットがあった。ですね。迷惑かけました。本当に迷惑かけながら生きてます。本当にこうしていてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのメリットの味とかってどんな？とってもビリビリする。ビリビリ。あの本当に刺激物ビリビリ。やめた方がいい。トライすることはないと思いますけどね。ないです。トライすることは多分ないと思いますね。そうですか。今度は気をつけましょうね。幻聴になるべく耳を貸さない。そうですね。幻聴になるべく耳を貸さないような。漢方とかじゃいただいてくださいね。はい、OK です。はい、3ですからね。危ないですね。危ないですね。喉が火、やけどしますね。牛乳飲んでも遅いですかね。遅いですね。食の世界になっちゃうんじゃないですか。わかりました。気をつけます。気をつけてください。はい。はい、なんですかね。お魚加えたドラえもん。をかけて全裸で走って車に惹かれたり。どこから突っ込めばいいかわからない。本当の話なのか。幻覚なのか。幻覚なのか。ちょっと脳内妄想かもしれないですけど、まあ僕の心配といえば今日ですね、ここのガチャガチャコーナーが裏にありますよね。ガチャガチャコーナーがゴジラが。ゴジラ500円の、うん、でちょっとやってみようかなと思ってやったんですね。そしたらキングギドラがハリウッド版のキングギドラが当たって一番欲しくないな次やるかって言って500円入れたら売り切れですってなってるんですよ。と思って、中見たら入ってるんですよ。もう一回やりたいなって思ったんですけど、エディオンの人に行ったらやれるみたいなんですけど、うん、エディオンまで行ってまで500円出してくないかなって、もうまたやってユートバンド嫌だなと思って200円、300円出して芋虫の人形を買って、これを金浜さんの机にちょっと置いとこうかなと思ってました。以上です。では吉野さん、はい、池山さん、はい、池山です。どうする、どうしましょう。小林よしのよく言ったんだよ。小林、あのおっちゃまくんの職所、はい、チーン、チーン。何か失敗談ありますか。失敗、はい、ないですね。ない、完璧な人間なんだね。ラフが図形はないね。図形はないね。なんかないね。ね、どうテレビドラマの主人公みたいなこと言ってる。ああ、そうだね。私失敗しないのかみたいな。あ、そう。ラフが。なんかあります？池山さん。ないですね。ないですね。ないの？ないね。まあ、うん、あの話していいのかな、ちょっと。何？この間、竹山さんが、うん、なんかね、ちょっとね、いろいろとあったんだよね。キキーボーン。あ、車に行かれた。ズッケが言うところ。あ、そうか。そうだよ。だから今、ヒントを振ったじゃないですか。ごめん、マジで。え？マジで。ほら、この間、あったさ。いつ？この間何だ、何があったの、埋め込まれた、うん、宇宙人に。ないない、まあ、金本さん、こっちに埋め込まれたから本気で言うよ。どうしようかな、ね、うん、ねえ、どうしようかな、うん、これは漬け山さんにしかわからない、あ、私はわからないけど、うん、毎度体が元気でよかったね。うん、ああ、答え満足で。そう、で、ね、いろいろとあったけども、無事でよかったねって、どれぐらい跳ねられたの？どれぐらい跳ねられたっけ？どれぐらい跳ねられたの？何メートル飛んだのかなっていう。何メートル飛んだの？本日のタイム、記録。
っていう人だったんだ。あ、なんかちょっとグダグダだから、この話はもうやめた方がいい。じゃあやめます。じゃあもう次行きましょう。はい、はい、エッサンの失敗談。あ、エッサンの失敗談、うん、あの、あれですよ、この3連休に入るという時に、はい、クーラーをつけっぱなしで、はい、職場入っちゃって、はい、で、この連休明けにめっちゃ金浜さんに怒られるということがあったんですよ。ああ、それは怒られますね。電気、ね、代がもうね、もうね、ちょっとガス代、ガス代、あ、ガスなんですね、電気。ガスなんですよ、ハピアンは、ちょっとね、これはもう反省ですね。反省ですね。これはもう転びました、うん、もう利用者にコーヒーを一日一杯ずつ与えた方がいいですね、うん、それはダメです。あ、それはダメです。エッサンの資材を。はい、ではですね、では、そっか、皆様いろんな経験をされているということの話の中に内容になるんですけども、うん、それについてお話をしていただきたいなっていうのがありまして、はいはいはい、でまずは健太さんと夏美さんに、はいはい、ちょっと最初お願いしたいなっていうのがありまして、はいはい、お願いしたい、はい、俊介の今後についてあの、他の方で入院でお世話になったんですけれど、看護師さん、まあ、いらっしゃるじゃないですか、うん、で僕たち以外にも患者さんはいろいろ別に症状をそれぞれ違う症状を抱えてそこにいて、うん、で夏美さんから聞いた話だったんですけど、痴呆症をちょっと患ってる方がおじいさんがいらして、うん、そのおじいさんに対してある看護師さんがちょっとそのおじさん髪の毛がちょっと薄いおじいさんだったものだからなんか髪の毛をふっと息吹きかけてパサッてなるのを笑いながらそうそうそうバーコードヘアみたいな髪の毛をふって拭いてふわーみたいな、それをまた直してふわーってやってそれを見て周りの患者さん看護師さんみんなで笑ってたんです、うん、いわゆる笑い物にしてるのを見て、まあ、症状、まあ、楽しくやるのはまあいいのかもしれないけどそれを見てちょっと気分を悪くする患者もいてやっぱりそれが逆に精神に影響をまた与えて薬が増えてしまったりちょっと塞ぎ込んでしまったり信頼してた看護師がそういうことをやってるのがそれ見るのが辛くて、だから、なんていうかね、周りの患者もやっぱり見てるっていう意識をちょっと持ってほしいなっていうのが常々入院してる時あって、そうなんですよね。そうそうそう、それをちょっと話したかったなと思ってて、基本的にしてほしいことって何かって逆にじゃあ言われたら、もう単純なんですよね。もうみんなそうなんですけど自分がされて嬉しいことしてほしいこととかをその患者さんにしてあげる、うん、でされ、まあ、されて嫌なことはしないが基本で、うん、基本的なことだけどすごく大切だと思います、うんうん、で聞いてる感じてることをちょっと患者さんがあの患者さんちゃんと聞いてるな見てるな感じてるなっていうのを意識してちょっと見てほしいなっていう思いがありますね、うん、患者によって対応を変えるのはあると思うんですよ、うん、症状が違うそれはあると思う、うん、でもそうですね基本的にはなんていうのか見られてるっていう意識、うん、っていうまあ僕もまあ患者の立場ですけど、うんまあ、職員の立場はまあ仕事っていう面があって、うん、1日何十人ものそういう状況の人を見てるから、うん、
もうね、そういう一人一人の人に全身全霊をかける暇がないのかもしれないですね。あ、そういうところもあるかもしれないですね。モチベーションみたいのがあるんじゃないですかね。この人には親切にしたいけど、この人はムカつくから、そう、そういうところも、まあ、人間だからね。そういうのあると思います。そうだと思いますね。難しい話ではあるんですけど、でもまあそうやってそういう環境にいて、うん、何かおかしいなって感じるっていうのは人間にしかできないから、うん、尊いことだとは思います。中さん、フォローありがとうございます。あ現場で日々ね、患者さんたちが入院してきた時に関わっている一人の精神科の看護師として、はい、今久我井さんと夏美さんの話はすごく心に響きました、うん、でその時にきっとこう見た時はそういうふうにやっぱりこう行動を見て感じられたと思うんですけれども、うん、やはりこういうことは良くないよっていうふうに感じましたよ、何か意図があってやったんですかっていうこともまた看護師さんに投げかけていただけたらもっと良かったかなって。あ、そうですね。ただ下着5分だけじゃなくて、うん、そうですね、看護師さんも悪気でやったわけではなくて、多分そこに何か目的か意図があったかもしれないので、傍から見た時にはそう見えたかもしれないけど、もしかしたら何かその目的があってそういう行動になったかもしれないということも、あってですね、そこもまたちょっとお互いがやっぱり自分の思いを伝えていく、看護師さんもそうなんだけど、ただ治療を受けている側もそういうふうなことでこう感じましたよ、こう思いましたよっていう言葉を発信していくっていうことはとても大事かなって思いましたので、今日またこれもね、私にとって大きな学びになったので、また現場に帰ってですね、自分たちもやってることを振り返りながら、良かれと思ってやっててもそう感じられないこともあるんだよねっていう反省材料にもなるかなって思うし、それがまた成長の一歩にもなるかなって思いますので、思ったことはね、遠慮せずに自分が塞ぎ込んで失礼が増えるっていうような、そんなことをするよりはこう感じましたよっていうことをさらって朝的に言っていただくと、そうだねってお互いがまだ気持ちが軽くなって理解し合えるようになるかなっていうふうに思いました。伝わらない、伝えないと伝わらないってありますからね、まあちょっと精神病の会社はそこなんですけど、多分この方がその病院内に入った時に、計画今後こういうサービスをこういうふうに受けさせるとか、こういうふうに持っていきたいっていう目標とかを看護婦、ケースワーカー先生になると計画を立ててると思うんですよ、でその計画通りにやってたらなんかうまくいかないところがあるから、そこをこの患者の僕らがこう発することによって計画性がちょっと変わってきて、うまい形に浮き彫りの活動が生まれるみたいな、そういう感じになったらいいなって感じですよね。伝え方なんですよね、はい。マスクマンがやっとまともなことを言いました、皆さん。拍手。ハロー全裸で、はい、歌いたし、もう失礼しました。はい、じゃあ続いては、次はマスクマンの精神的な狂気についての話。どんどん株が上がりますね。ていうか、なんか難しいしマニアックな話なんで、すぐ言いましょうね。ちょっと僕ですね、どっちから行こうかな。ジュリアン・ジョーンズって学者の方がいまして、この方の本で、神々の沈黙って本があるんですね。で、人間には右脳と左脳っていうのがありまして、右脳がインスピレーションとか発想とかそういうものを想像力で、左脳が計算とか記憶力なんですね。で、その人によると左脳に自我があるらしいです、人文っていうのは。で、その右脳はインスピレーションとかそういうので、で昔は狩猟民族で狩りをしてたわけですよ。狩りをしてる時って人間って見てるだけでいろんな情報をいっぱい入るんですよね、見てるとかその空気とかで、それで瞬間の判断で
その物事を本能的にインスピレーションという形でやってたわけなんです。で、その3000年、4000年前まではその本能の声を神の声という、幻聴とか幻覚とかそういうので、神の声として認識して、それに従って生きていたという面があったらしいんですよ。うん、というのは過去の文献に結構残ってるんですね。うん、で、佐野の 農業っていうのができてきて、農業ができて、食料の備蓄っていうのができるようになって、うん、富を持ってるものと持たないものっていうのが出てきて、持ってるものが出てくると、支配階級っていうのができてくるんですね。うん、で、この計算して、貯蓄して、保存するっていうことをやってると、佐野の記憶力、管理力っていうのが重要になってきて、そういうふうな、頭を使うっていうのが重要になってくると、だんだん右脳の本能の声、神の声っていうのが聞こえなくなっていったっていう歴史があるらしいんですよ。うん、で、佐野で今、本当に今ね、資本主義、科学で、佐野を使って、理解して考えて、損得感情でやるっていうのでやってて、で、右脳のそういう本能の声、インスピレーションとかそういうのは、ほとんど用なしになってて、うん、で、まあ、こういうのがたまに出る人っていうのが、こう、まあ、アーティストとかもそうですけど、あれはいい例ですけど、幻聴とか幻覚とかいう例で出てくる人がいて、今の現代ではそれを病気、統合失調症とかそういう病気っていうふうに捉えて、はい、で、まあ、捕まえてって言い方もあるんですけど、まあ、一緒に隔離して、幽閉するっていうことなんですね。で、これがまあ悲劇だなと思いますね。その左脳の計算してやっていくっていう、科学的に考えるっていうのが、うん、そういう圧倒的に原始的なそのひらめきとかそういうのに負けてしまったっていうのが悲しいかなっていうのもあるんですけど、で、またそれと他の例で、フーコーさんって構造主義の人の本で、そのこれももう孤独するかないようなんですけど、アフリカのシャーマン、呪術師、霊能力者みたいな人たちの修行をやるとき、その精神状態が統合失調症の方の墓型の状態に近いらしいんです。そういう意味でもその本能の声っていうのは人の原始的な回帰なんじゃないのかなっていうところで、まあ統合失調症の人っていうのはそういう左脳を理解して組み立てて物事を発展させていくっていうことがうまくないですし、その感情のブレで認識がちょっとあやふやなんですね。で、なんかちょっと緊張してきた。まあ普通の人と普通じゃない人の差っていうのは、その普通の人は物事を左脳で理解して整理して順番ずつやっていくわけなんですよ。で、右脳の人とかその心の病気の人っていうのは1か0しか認識できないわけなんですね。で、こうなんか夏美さんが言ってた死ぬか生きるかしか認識できないみたいな、それにも近いものがありますし、なんかペパッキャーそうでしょ、まあそうですね。だからその、まあ、物事をゴムマニのように簡単に権限自在にヘラヘラとやりこなすことができないんだと思うんですよ。統合失調症とか病気の方っていうのは硬くなってて1か0しか選択できなくて、うん、で、まあ、どっちにしても曖昧なところで居場所を見つけるっていうのが普通の人の賢いやり方じゃないですか。で、それができないで、で、また頭よく働かせてうまく立ち回って悪いことだけど成功させたりとかもできませんですから、だから社会的立場も弱いから、うん、どんどん片隅に追いやられていくっていう感じなんですね。うん、で、まあその柔軟に対応ができなくなってるんだと思います。で、狂気っていうのはその気候をするとか行動がおかしいとか、なんか変なことをするとかかもしれないですけど、うん、元が言ってる狂気っていうのはなんかそのね、ドイツ軍がアウシュビッツ収容所を作って、うん、こうね、
明らかに人道的に他人が、他人の何もしてない、もしくは利害関係のない他人を、一方的に処分したりとか、暴力的にその人の個人的な状況ともなしに、判別して死に至られたりとか、そういうことをするっていうのが、僕は狂気かなと思いますね。そのアメリカが経済的な理由なだけでイラクに攻撃をかけるとか、そういうのが狂気かなって僕は思いました。っていうのは僕個人の感想で、力あるのが正義だし、うまく立ち回ってこれが正しいって言い組めるのが正義かもしれません、ただまあそんなもんですね。もう個人的な感情とか気持ちとかありまして、で僕の中でこうグッときた本が精神科の後になったわけっていう人の本の最後のページの言葉で、心の病気、それは変化に対する心の反応っていうのが以上です。すいませんでした。すごくなんか早く終わるっていう声が出てたんで、どうもすいません。ぐだぐだでごめんなさい。以上です。大変勉強になりました。ありがとうございます。エネルギーが足だけなのか。お注射、お注射。お注射、お注射。気持ちもしたらだよ。狂気だ。狂気だね。冒頭から発生だね。狂気だ。考えたよね。なんか、ハピワンでね、練習してる時はもっと長くて。もっと長くて、もうみんなが意味を変えるんですよ。意味わからない。大丈夫だったんですかね、今の話。みんな分かったかな。もう分かったのかな。で、一応これって、精神的な、なんていうの、疾患を抱えた人の事件、事故の話をどう思うかみたいな、僕たちで。ではそれはどういうふうに。暴力性に比べれば、個人個人の小さな人で、こういう異常心理学心理に性犯罪とか異常犯罪を犯す人って、なんか調べてみるとやっぱり良いことをしてるんだと思い込んでるみたいな。バイタがいるから、こいつはこの死因だとかそういうので殺すとか、なんかそういう勘違いがあるみたいな。なんか道徳感、倫理観っていうのが、いつも一歩自分の中で見極める、時代と合わせて道徳感を見極めるという作業が必要なのかもしれないですね。それの上で文化とか芸術とかそういう漫画とか、映画とかテレビとかで倫理観を固定するというのが面白いのかもしれませんね。はいはい、分かりました。ありがとうございます。はい、すいませんでした。あっという間に時間がね。どうも、喋りっぱなしでした。キングギターは頼むよ。もういいですかね。ではですね、そのですね、次なんですけども、まあ、幸せについて男と、もう本当に1人1、2分ぐらい、なんかあるんですか、幸せ、なんだろう。なんか改めて考えると、幸せってすごく、難しいなと思いましたね。なんだろう、嬉しいとか楽しいとかはよく感じるんですけど、本当に幸せかって言われるといろいろわからないと思うところがありました。そうだね、なんか幸せって感じたことはあるかな。なんかお二方ペアリング、いや、まあ幸せは幸せですよ。だから進めるのは、入院中、まあ、僕たち入院中にお付き合いすることになったんですけど、患者同士で。入院患者同士の恋愛は進めるべきですよね。進めるべきですね。はい。病状がぐっと良くなります。幸せそう。病状がぐっと良くなる。なんかあります。幸せ、仕事とか行ってずっと働いて汗だくになって、で汗だくの状態でこう帰るところを書いた時の爽快感は幸せですね。あとその後のお風呂とかシャワーとか幸せですね。その後僕はビューティーは飲まないですけど、コーヒーを飲む時は幸せですね。内山さん、はい、すいませんでした。私の幸せ、そうですね、何か一生懸命やらないといけないことを、
て、終わった後の達成感を感じた時がやっぱり幸せかなって思います。はい、ありがとうございます。はい、トークはですね、お時間がもうちょっと迫ってきたので、はいはい、ちょっと締めの方に行きたいんですけども、はい、ゲストの内山さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日初めてチャーコロビーに参加してみていかがでしたかっていう質問です。はい、そうですね、人生で初めての経験なんですね。で、ここに参加できたことがすごく私にとっては良かったかなっていうふうに思ってます。で、本当はですね、もうちょっと時間があればとか言ってちょっと金浜さんと約束してたことを話さないといけないから、どのタイミングで話そうかなとか思ってたんですけど、ちょっと今日はもうここで時間タイムリミットなので、話すとまた長くなっちゃいそうなので、これは次またゲストに呼んでいただいてお話できたらいいなというふうに思いますので、まだちょっとそのことを話せなかったことがちょっとまだ私の心のこだわりとわだかまりわだかまりを残しておられるになったままなので、感想でも楽しい経験ができてよかったかなということと、皆さんのね、率直な思いを聞くことで、また立場はそれぞれ違うかもしれないけど、同じ人間として同じ、ね、感覚で同じ気持ちでいる、病んでいても病んでなくてもみんな同じなんだよということをですね、共感できてとてもよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、一旦CMへ参ります。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために、早産ゼロを目指します。
でさえいれば白向きでもいいさ踏み出したい一歩がしてと前になる素敵な君の道が続くときその時僕はその時君は僕と共に。ありがとうございました。はい、夏美さんありがとうございました。皆様もう一度拍手をお願いいたします。今日の感想、皆さんどうも大きな声ですいませんでした。ただ喋ってごめんなさい。僕も自分で、その時、日本語喋ってるかなと思ってました。すいません。前者の例は語ってました。え？そうです、ごめんなさい。見えてるじゃないか。いいですか？はい、ではですね。どうぞどうぞ。もっと喋りますか。もういいよ。もうみんなに均等に分けていきたい。そうですね。すいませんでした。すいません、言っちゃいます。急に振ってごめんなさい。さっき一応感想と締めをしたばっかりなので急に振られちゃった。私何を喋ろうかなっていうふうに思ったんですけれども、精神科の看護師さんはいろんなタイプの人がいると思うんですけれども、やってて一番大事なことはその人がやってることの意味をその人に尋ねることが一番大事なんだなっていう失敗談があったので、ちょっとそこら辺で、これは次に話すことではなく別の話なんですけれども、ある患者さんが僕は牧師なんですっていうので、ああ牧師さんなんだって、私はアーメンっていう牧師さんだって思っていたら僕が死ぬんだよっていうようなことを言って、それで牧師っていう僕が死ぬとかいう牧師っていうことを後々聞かされて、私は勝手に単純に信仰の厚い牧師さんだと思っていたことを反省したことがあります。でもこの方は元気で頑張っております。よかった、心配しました。心配させてすみませんでした。はい、夏美さん、健太さんから何かありますか。なんだろうな、何ですか、ありますか。これ、緊張しました。やっぱり、なかなかない経験でこういった場所で、おしゃべりさせてもらって、正直何話してるのか多分覚えてないんですけど、まあでも楽しくできましたので今日はありがとうございました。ありがとうございます。私も同じですね。やっぱ経験するって大事なので、今日この場に立たせていただきました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、今日も引っ張って。引っ張った、帰ってきた。はい。じゃあ、今日の感想、ありますか？今日の感想。緊張したね。だいぶ緊張しました。いい経験だったね。ちょっと楽しかったなら、レギュラー放送の日もじゃあぜひ出るかな。ちょっと頑張りますか。中尾さんがマスクはちょっと
そう、ああ、そうなんですね。なんか、わからないけど、もう締めましょうかね。はい、はい、お願いします。はい、ではですね、でもお時間も迫ってまいりましたので、もう今日、皆様、本当にご出演いただいて、本当にありがとうございました。はい、もう本当にもう、チャー転びっぱなし、で、ぐだぐだな感じで、もういつもね、送ってますけども、で、もう本当にもう、ね、こうやって来ていただいた皆様にもね、本当にね、感謝します。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、あれなんですけども、本当に、あと3分あるって言われましたけど、どうしたら。3分。どうしましょう。じゃあ、あと1分ってだったけど、3分だったんですけど、どうしましょう。命増えましたから。じゃあ、全裸で表に出て、タンクの光がサザエさんは、この後どうなるんですかね。もういいよ。どうやって病院行くよ。みんな持ってるよ、もういいよ。あ、そうですか。どうもすいませんでした。ということで、OK ということで、はい、出しております。はい、はい、ではですね、じゃあ皆さん、拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、ベージュチャーコロビーカフェ in 三重西原シティよりお送りしました。ベージュチャーコロビーカフェありがとうございました。ありがとうございました。Yeah, you can't believe me.